バンヤードストームさんっていうアパレルからなんとゴルフウェアが出ることになりました。1着目はこんな感じになりました。上がんないもんね。そう、全然こう上がってこないから、ね、しつこいと思うんだけど。え、でも可愛いよね。すごい好き。なんか昨日から打てるようになってる、ね、何きっかけ。いや、打つようにした。すごいシンプルすごい、そっから良くなってるね、うん。はい、2着目着替えました。ポロシャツは吸水速乾で汗をかいてもすごく乾きやすい生地で、私の方はブルー系で少し爽やかなコーディネートにしました。スカートのロゴがとっても可愛いです。と2着目の上のポロシャツは接触冷感ですごくひんやりとした感じで着れるので夏はすごくいいと思います。そして下のボトムはストレッチが効いているのでポケットのマークの出し入れだったりすごくいいなと思いました。風がないとね割と大丈夫。お、振りやすでしょ。おい、ナイショー。力強い。振りやすい。今季流行りのボタニカル柄です。わー、上げてる上げてる上げてるって。起き上がっちゃうな。はい、パズルズ右手が強い気がする。動きやすい。かなり。なんかサラッとしてて、なんかスカートもなんだろう、生地がすごいいい感じ。だから私思ったんだけど、うん、こうやってポケットから T 出すのがすごい楽。うん、あ、伸びるから。なるほどね。あとグローブをパターの時にね、グローブをこうやってしまうのも楽。うわ、そう。スッて入る。おさらいです。リゾート風ですね、今回は。マッペンがバイヤードストーンです。ここにも金具がついてます。ゴルフ用です。なんかトキスな出ちゃうよ、あれじゃん。左に振ってないのかな。
こうか。先ほど着ていたパーカーを上に羽織っても全然合っちゃいます。寒いなと思って1枚持ってると結構使えると思います。すごく。止まっちゃった。ガビーン。止まりました。50、60ぐらいで入っちゃうかもしれないですね。まっすぐ、はい、バンカー上の方がいいかなと思います。はい。そう。あれなら大丈夫ですね。出します。あの辺に。どうですか。すごい着やすくてすごいお気に入りなんですけど、私私も楽しみですね。ウェアこれからどんどん出していただけると。そうですね。上げてます。9番右側から起き上がらないように。なんだかな。あ、やばい、タンク。止まって。あー、セーフ。突っ込もうとしたら手が出た。18で行きます。シャンクした時はこうクロスハンドにして振りをするといいですよ。クロスハンドにするとこう手が出ないので、クロスハンドにして振りを何回かしてから打つのがおすすめです。難しい。これもはアイアンがなんかアッパー気味みたいになっちゃったんだけどな。ヒュイってヒュイってこんな感じ。なんだろう、もう分かんなくなっちゃうね。
今押した？あ、プラマイゼロっていうことで。ありがとうございます。気にしてたらこうなっちゃった今。バター。正直なの？正直なの。ま、はい、っすぐな女。自分で言ってますよ。もう打っちゃったじゃん今。はい。はい、私は豆乳担々麺にしました。悩んだそれ。悩むよね、やっぱゴルフ場で中華を食べるのが結構好き。確かにこの間もなんか麻婆系とか、中華って一人ではいけないじゃん、二人でも結構きついから、なんかこういう定食みたいな感じでいつも頼んじゃいます。計算されてるんですね。計算されてます。私は名物のメンチカツです。名物という言葉にめっぽう弱い気がする。なんかこの間も名物のエビ天食べたね。食べてた。すごいよ、なんか大きいね、大きい。ご飯にザーサイ乗ってるんだけど、思った。すごい、最高じゃない。うん、最高。あ、あのね、どうですか、ごまもすごい効いてる。うん、辛め。うん、あ、山椒は、多分山椒はない。山椒はどんな感じ。山椒はそんなない。あ、濃厚、ほんと美味しい。うん、うん、うん、どう、名物。うん、ジューシー。うん、肉しか感じない。肉しか感じない。すごい美味しい、これ。あ、辛ない、辛いけど。カメラマンさんのご飯はなんとプレゼントになってました。アクアパッツァ。すごいね、ビニール袋に包まれてるよ。めっちゃ美味しそう、ね。うん、おしゃれ、おしゃれ、ボリューム満点。皆さんご視聴いただきありがとうございます。4月の10日にデビューしたバンヤードストームのゴルフウェアは公式ウェブストアst と ZOZO タウンにて販売中です。さらに4月の23日火曜日から5月の6日月曜日まで恵比寿アトレ店4階にてポップアップショップが開催されてますので、皆さんぜひ足を運んで手に取って、はい、合わせてみてください。私たちも遊びに行こうと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。バイバーイ、バイバーイ。